大アナコンダは、ボアカアナコンダ属に分類される蛇。単に、アナコンダといった場合、大抵は本種を指す。特定動物に指定されている。南アメリカ大陸北部アマゾン川流域に分布する。大アナコンダの骨格標本。国立科学博物館の展示。全長3から6メートル。 最大は9メートルにも達するオロチで網目二色ヘビと共に世界最大のヘビとして知られる。また体重も重く5メートル以上の個体では100キログラムを超えることも珍しくない。体色は緑褐色、褐色、暗緑色で黒い円形や楕円形の斑紋が入る。頭部は大型で、頸部も太い。目は上向きで突出し、 尾行は背面に開く。目から口角にかけて黒い筋模様が入る。熱帯雨林の水辺に生息する。夜行性で、昼間は川の浅瀬や水辺の枝等で休む。体重が重いため特にセイヘ蛇では、陸上での動きは鈍く、水中によく入る。食性は動物食で魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類等を食べる。大型の個体では、 カイマンやジャガーの捕食例もあるが、逆に彼らの餌食となることも少なくない。水中や茂みの中等で待ち伏せ、通りかかった獲物を素早い噛みつきで捕らえ、長い体で巻きついて締め上げる。メスの方が大きい。繁殖形態は卵体制で全長70センチメートルくらいの幼、蛇を一度に20から80頭ほど産む。本種は一般に、 人食いおろちとして恐れられており、巻きつかれて締め殺されたという例は多く危険である。現地では、牛や豚といった家畜を襲って食べてしまうため、害獣死されており駆除される。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。動物愛護法によって、特定動物に指定されているため、飼育には、地方自治体の許可が必要。体が大きく低温や乾燥に弱いため、 飼育には全身が浸かることのできる水入れや暖房器具も含めた特大サイズの檻がいる。気象が荒く本来一般家庭で飼う種ではない。ありがとうございます。